東大貫地区から出させていただいております牛尾正和でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、牛尾正和議員ですね。もう知ってる人はもうごっつい知ってるという方であります。はい。まず読もうか。地域の声を未来につなぐということで、とにかく足で稼ぐ方なので、だからほぼトップ当選もされてるはずですよね。951票取っておられますんで、トップ当選されてる方ですね。うん、そうなんで、もう政治やなんやかんやじゃないです。もうやっぱりこの人はもう足で稼いで、その政治で結果出すっていうよりも、その続けることが重要な方やと思います。で、頭もすごくいいです。姫路西高等学校卒業されてます。で、今回で4期目になっていってですね、やっぱりもう、ある種本物の政治家でしょうね。皆さんね、いろんなこと言うんですけど、なんか悪いことしとるんやとか、でもそういうふうなことも全部乗り越えてですね、いや、もう結局おるってことはやっぱりね、強い人なんですよ。で、正直その僕なんかはまだやっぱり青2歳なんで、恥ずかしいことがあって、やっぱりそれを乗り越えられない、言うたらプライドが、ちっぽけなプライドがあるんですけど、この人にはですね、そういうちっぽけなプライドはね、ないと思います。なんでやっぱりお金も少々、やっぱこの年齢なんで、昭和25年生まれの方ですから、今70超えてますね。71の72歳かぐらいですかね。はい。で、福崎町の、町長選挙はまだそのタイミング的にはやっとってなかったんやけど、議員やったからね。それ以上に兵庫県の県議会議員の選挙に出ておられました。で、この時は落選されましたけど、県議会の議員選挙に出るっていうことはどういうことかっつったら、自分を PR するもう最もええ場所なんですよ。兵庫県全域で紹介されるんで、そうなったらやっぱり福崎とか神崎郡内とかに非常にその宣伝が回ると。そうすると福崎町に住んでない方もですね、兵庫県内にいらっしゃったらですね、もしかしたら福崎町に知り合いがおるというような町外の人がおったよね。で、さらに牛尾さんのことを議会、県議会の選挙出た人やなってなったら、それだけで話題になるわけですよ。だからもう全てにおいてもう計算づくでやってらっしゃるんで、勝とうが負けようがどっちにしろもう県会議員の選挙出たら、もう何かしらの言うたら得るもんがあるわけですよ。やっぱり出したお金の分だけは。そしたら、まずはその知名度やねが上がってますと。で、次その落選して、またこの今回の福崎町の議会議員に戻ってこられたっていうのはどういうことかっつったら、もうやっぱりさらにその知名度を生かして町会議員に戻ってきて、でもう一度、県会議員とか行かれへんかった屈辱晴らさせてもらいたいとか、なんかいろんなことを言うてですね、町長選挙にこの人が多分最有力やね。この人が福崎町の町長選挙に出てこられる可能性はかなり高いと思います。最有力で高いと思います。もうなんせ選挙には強い方なんで、普通に勝つでしょうね。もし町長選挙出たら、よっぽどその政党に絡んでる人じゃなければ、この人にはかなわないと思います。要するに
後から紹介する方で公明党の方いらっしゃいますけど、だいたい800票ぐらいの票がありますが、それよりも勝ってるわけなんですよ。そういうことになると、もう公明党さんが例えばその誰か擁立しても、で組織票で戦ったとしても勝てないということになってくるので、牛尾正和さんは町長を狙ってるっていうことを宣言させてもらいたいと思います。ということは、議会議員を途中でどっかのタイミングで、辞めて、前回の県会議員の時もそうですけど、今回も同じようにな道をたどっての可能性はあります。で、可能性はありますとしておきましょう。はい、そういうことで、じゃあその町長になってから、町長になったらどうなるんやっていうような話っていうのはもう正直わかんないんで、もう想像で喋りすぎても仕方ないんで、なんせ町長選挙を狙ってらっしゃるの最有力はこの牛尾正和さんやと思います。